J2 リーグ第3節ブラウブリッツ秋田戦。おはようございます。ということで、福田電子アリーナ、第3節ブラウブリッツ秋田戦を迎えました。で、今回の試合はですね、なんか秋田ダービーっていうんですけれども、まあ、なぜ秋田ダービーなのかっていうのをジェフサポーター以外全くわからないかもしれないんで、一応説明をさせていただきます。まあ、対戦相手のブラウブリッツ秋田さんは、まあ文字通り秋田がホームなので秋田でいいんですけれども、ジェフは一体どこが秋田なのかっていうとですね、まあ、皆さんこのエンブレム見てもらえばわかるんですけど、これ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 、このエンブレムに入っているのが秋田犬ね。さらに疑問が湧いたでしょ、なんで秋田犬なんだとね。ジェフィーとユニティ2匹いますけれどもね、ズルじゃねえのかと、最初から2匹いて、いろんな考えが巡ってくると思いますが、ビシッとそこを説明していこうと思います。なんでも JR 東日本さんなのかな、 J リーグが開幕する前にはですね、青森の八戸だったりとか、あとは仙台だったりとか宇都宮とか、こう東日本にですね、たくさんサッカースクールを持っていたそうで、古川電工と JR 東日本が出資してジェフができるわけですけれども、まあ2つの会社なので2匹いる。さらにお互いの結束を深める意味でもですね、中堅ってイメージのあった秋田犬がズバリなんではないかということで選ばれたという経緯がございます。なのであちらは秋田県、こちらは秋田県、なので秋田ダービーでございます。で、そんな秋田ダービーなんですけれども、いや、ブラウブリッツ秋田さん強いぜ。 J3 を昨シーズンぶっちぎり、銀河ギリギリぶっちぎりのすげえやつで優勝しまして、だから勝ち方を知ってる。で、どんなチームかっていうと、試合前にね、ユンさんがコメントで言ってたんですけれども、まるで僕が最初にトスを率いた時のようなチームだと。全員90分間アグレッシブに走り切って戦う気持ちを持ってやりきるサッカーだっつうんですね。で、現に前回栃木さんとの試合だったんですけどもね、秋田さん勝ってんすよ。ヤスンが悔し涙を流してましたけれどもね。で、皆さん思いません？実は栃木もそういうプレースタイルなんですよ。その栃木に自分たちの得意な形で上回ることができたチームなんですよ。めちゃくちゃ強いです、めちゃくちゃ強いです。なので今日の試合のポイントはですね、基本的なことでありますが、セカンドボール、セカンドボールを拾えた方が今日の試合を制すると言っても過言ではないので、相手の秋田さんのですね、若狭選手、そして稲葉選手っていうボランチが、まあボールの回収がうまいので、そこにね、負けないような活躍を期待しております。なので相手に得意な形を出させないような戦い方、もしくは相手の得意な戦いに引き込まれたとしても真っ向から受けて立つんじゃなくて、しっかりとこっちから仕掛けていくって気持ちがね、すごく大事な試合ではないかと思います。まあ、あとはね、今日は皆さんご存知だと思いますけれども、プラチナ吉尾、なんと今日は福田電子アリーナの VIP 席で観戦ができる試合でございます。 VIP ルームっていうぐらいですから、きっとすげえんじゃないかな、すごいんじゃない。大理石でできた床で、樹齢何千年ですっていう木から掘り出したテーブルと椅子に座り、あとはスタグルの数々を目いっぱい食べられる、夢のような観戦が待ってると思うので、ぜひとも勝って笑顔で、試合後皆さんとまたお会いできたらと思います。では行ってきます。デデデデデデー、よしおーナンバー51スターカムズライブフィニガーポップアップダイナマイト、デデ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 、できるかバカだれ。なんで千葉市用のプラチナ情報を勝手にお伝えしていくのコーナー、これ、なんだと思いますか？そう、VIP 席への入館証でございます。ついに来たか。で、この入館証をね、手渡してくれた人がまずすごいのよ。なんとね、その人っていうのはね、森本社長なんですよ。社長自ら。そう、社長自ら。俺名刺もらった。ほら、代表取締役森本浩って書いてある。本当だ。もともと森本さんってホテル関係者のね、お仕事をされてるってことは聞いてはいたんですけれども、だからね、おもてなしの精神がすごくて、こっちが VIP 待遇されてるはずなのに、なんかこっちが恐縮しちゃったもんね。ああ、もっと堂々としなさいよ、VIP なんだから。できねえんだよ。で、中に入ってもね、もっとすごいことはいっぱいありましたよ、VIP 席。とにかく VIP 席がすごいんだっていうことを、今後ね、プラチナ会員の方で入られる方もいると思うけども、先にバンバン寄ってこうと思う。はいはいはい、中でね、軽食が食えるんですよ。あ、VIP 席って中なんですか？そうそう、まさにルーム、個室。すげえ。で、その中の個室の中で、軽食が食べられるんだけど、その軽食のね、はいはいはい、お品書きがこちらです。はい、厳選したスタジアムグルメを6品ほど。すげえ。福割のスタグルオールスター、本当に美味しくいただきました。ありがとうございました。
いや羨ましいな。ほら今ほらだって外も屋台ないでしょ。そうなんだよ。今は外にね屋台があんまり出てないから、うん、もう福割の中に入らないと食えないし、ね、しかも並ばなきゃ食えないっていうものがあの余すところなく入ってるっていうのはまず嬉しい。はい。であとね VIP 席っていうのはプラチナ会員が招待って枠なんで同伴者一人まで OK なんですよ。あれ僕は？は？僕は？今回あの無理やり僕はあの奥さんとねあと息子の3人で見てきましたけれども、うん、本当にあのその家族が3人入ったとしてものびのびできる本当にいい VIP ルームでございました。はあすげえ。あとはねあの社長だけが迎えてくれたわけではなくて、はい、GM もあのご挨拶に来てくれたりとか あとは今日ダゾーンでね皆さん見てた方はお別れだと思いますけど今日解説がユートさんだったんですよ。はいはい。そのユートさんがその放送室に行く前に通り過ぎてくださってうちの息子と一緒に写真を撮ってくれた。マジっすか？マジマジマジ。この VIP の特典ですか？特典だね、うん、ちょっとなんか、うん、ちょっとなんか、うん、自信持って言えるか分かんないけどただあの残念なことに中での撮影が基本、はい、あのプライベート用の撮影とかはいいんですけれどもあのこういった動画だったりとかあとインターネット関係には上げちゃダメよって言われてしまったので、はいはいはい、あの今回お見せすることはできないんですけれどもプラチナ会員としてこの VIP 席に入れてあんだけいい待遇を受けられるっていうのは、まあ、払って悔いはなしでございましたな。なので皆さんもあのぜひぜひプラチナ会員来年はなってみたらいいんじゃないですか。ありがとうございますおごんねえよ僕の分まで。おごんねえよ。え？おごんねえよ。いやいやいや、こんだけね千葉芳生のね番組って、ね、手伝ってあげてるのにもう自分一人だけ VIP でいいルームで僕は外で寒い中見せる気ですか。来年な言ったな。来年連れてってお疲れ様でした。さあ秋田さんとの試合は0対2で負けました。はい。何を語ればいい。何もありません。びっくりするぐらい完敗だったな。今日の試合見てどうだった。千葉芳生初めてだけど今年なんか非常に残念だなって感じはします。いや本当に残念だよ。なんか今恥ずかしいもんね、うん、だって前回栃木がさ負けてさ休んがいや借り返してくださいよとかね戦前僕もさセカンドボール大事だとかさめちゃくちゃ言ってたのにさ綺麗に悪い意味でフラグを全回収したね。立ち上がりにね相手のストロングポイントを右サイドからの崩しっていうか、うん、綺麗に崩されまして先制点を献上し、まさかまさか飲水タイムの前に2点目、くしくも試合前に言っていた相手の注目選手若狭選手に綺麗に流し込まれると、しかもそれも無理くりこうクリアしたボールをちゃんと拾われてちゃんと丁寧に流し込まれる痛恨の2失点目で、まあ正直その後前半後半見て盛り返そうという気配もあったはあったんですけれども、惜しいチャンスもね大槻選手のシュートとかあるにはあったんですけども、全体的に見ればまあ負けるべくして負けたというかまさに惨敗を喫しましたな。はい。この試合だけじゃないんですけど今シーズン僕たちがやりたいことって攻撃的な守備だっていうのがね一つのテーマにあると思うんですけれども、はい、ただその攻撃的な守備を見せる前に純粋にあの体張るところで負けてる。うん、それは思いましたね。でさらにセカンドボールでも負けてるのでどうしたって試合の主導権が握れないわけですよ。はい。で今のジェフってさどっちをしたいのかっていうのが分かりづらくなってるよね。今日の秋田さんみたいに、まあ、先手必勝でもう1点2点取っちゃえばもうまず負けないよって戦い方ができるチームもあれば、逆にエスナイデルさんの時のような2点取られてああ上等上等3点取ったらばっていうチームもあるわけじゃないですか、はいはいはい、でも今のジェフってそのエスナイデルさんの時とは真逆でそもそも2点を取られないようなサッカー設計をしてるはずなんですよ。だからね2点を取られた段階で溝口くんなんか今日試合遅れて入ったからね、そうそうそうついてもう速攻席つきました。2点目取られました。ゲームセット。そうですよ。僕何しに来たんだよって感じですよ。ひたすらこう日向ぼっこしてましたって感じですよ。あったけーとか思いながら。まあなので本当に苦しい結果とはなってしまったんですけど、秋田さんがやりたいことをやって勝ち点差を奪っていった。それ以上でも以下でもない試合となってしまいました。はい、でした。はい。気持ちは切り替えられてないけれどもやるしかない。はい、次の試合に行くぞ、はい、次の対戦相手は松本山賀さんでございます。はい、
いやー手強い。まあまあしかしですよ、去年はホームアウェー両方とも勝ちましたから。そうなんだ、去年は初めて松本さんからシーズンダブルを奪うという年ではありました、はい、ただそこから松本山川さんめちゃくちゃ生まれ変わっております。だから予想が難しい。でも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 どこが相手だろうと今日みたいに目が覚めないうちにスコンスコンってやられるような試合をしていてはシーズン正直今年残留もままなりませんから。そうですよね、 4チーム、そう4チーム落ちちゃうから。だからしっかりこの試合も勝ちを目指していこうぜって話だ。はい、よし、じゃあ勝ちに向かって予想していくぞ。溝口くんどうぞ。1-0。はい、理由簡潔に、まあ、とりあえず、はい、まあ無失点でいってほしいということで。なるほど、はい、もう失点は見たくねえってことだ。はい、そうです。じゃあ千葉翔だ、2-1。妥当だな、当てに来てるな。そうだな。いや、あのね、まずね、勝ちたい。まあ、そうですよ、まだね、うん、勝ち点3、1回も取ってないで。そう、取れてない。相手の松本さんも、シーズン始まって3試合全部引き分けだから勝ちたいっていうのは分かるんだけど、今回はまあ、ジャクサポーター全部の意見を代弁して言うわ。勝ってくれ。もう、そうですね、うん。結果が見たいですね。結果が見たい。いい結果が見たい。いい結果が見たい。でも、はい、ということで、お送りしてきました。千葉翔でございます。今回も動画にお付き合いくださった皆様、ありがとうございました。今日はVIPルームでね、見れたんで、今シーズン初勝利を挙げて、いい思い出にしたかったなってのはあったんですけれども、まあ、現実はそんなに甘くないと。はい。ただ、そんな厳しい現実も目を背けては意味がないので、本当に辛い状況だけど、勝ちに向かうね、ジェフを応援したいなと思うので、はい。負けてしまった時こそ千葉よしを、しっかりと切り替えて、次の松本山川さんを打ちに行きましょう。はい、では行くぞ水口くん、はい、俺たちジェフ